アンマイナス3ロシア民間防衛問題、非常事態、自然災害復旧症所,所属のアンマイナス3、T アントノフアンマイナス3は、ソビエト連邦とその後のウクライナ及び、ロシア連邦で開発された民間向けた目的、農業用航空機である。アンマイナス3は、アンマイナス2のエンジンをターボプロップ駆動に換装し、アンマイナス2の後継機、または発展版となるよう開発された。 ベーシックな輸送用のほか、貨物、貨客用、農業用、森林火災消火用、消病者輸送用がある。本機種は、未舗装の飛行場からでも乗客及び貨物を輸送可能なように設計され、スキー式降着装置を装着することで35センチメートルまでの雪に覆われた表面状態での運行が可能である。原型機である1 2から改良の際には、 ピストンエンジンから3羽根化逆ピッチプロペラ及び R-17 ガバナーの搭載を特徴とする1375馬力 TVD-20 ターボプロップエンジンへの換装が実施された。さらに、機体にも以下のような変更が加えられた。まず、暖房及び換気システムのほか、先進的な電気設備及び飛行、後方装置が設置された。さらに、 中央制御された警報システム、新しい消火システム、そして農業分野への需要に対するため機械への広範囲な薬品分散装置も設置された。改良により機体の信頼性は向上したほか、貨物輸送能力が1.2倍に増加した。騒音や振動の低減などにより乗員への快適性を確かなものにした。上昇率は1.9倍に向上し、 離陸及び着陸時のパフォーマンスは向上した。改良により、ガソリンに代わり他の航空機で一般的に使用される、ケロシンおよび潤滑剤の使用が可能となった。また、離陸重量およびペイロードも向上し、改良により着陸時には、長さ500メートルの滑走路の使用が可能となった。これらの改良は、パリオート製造コードよびアントヌフックにて実施される、ことになった。 早くとも1980年3月13日には初の試作機の飛行が行われたが寄せられる関心の薄さから開発は停滞した。飛行試験は1991年までに完了されることはなかった。しかし同機種は今日までのタービン駆動の服用機としては数少ない事例の一つとなった。2000年8月31日、アンマイナス 3T は形式証明を受けた。 同形式照明には、スキー式膠着装置を搭載したものと農業用のものも付随された。1990年代後半、開発プロジェクトは、そのすべてが、パリオート製造行動に継承されると再度、活性化した。2000年に、市場活動は、本格したものの、販売数は限られたものになった。本機種には4つの形式があり、ベーシックな輸送用、乗客12人。 または、貨物 1800kg を輸送可能な貨物、火脚用、農業用、森林火災消火用である。1970年代、もう一つの農業用案 -2 の代替機械発計画として M-15 ベルフェゴルがあったがこれは失敗に終わった。2007年より、パリオート製造合同は10機のロシア空挺軍案 -2 を案 -3t-10 標準型に。 更新し始めた。すべての要求数は約200機に上ると推定される。イエフィムゴードンチョ、アントノフアマイナスにより、アントノフアンマイナス3、アントノフアンマイナス3、T 原ー機など用途、構造、時代などが類似した航空機。ありがとうございます。